とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園ワイワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この武器を作ってみました。これ、王玉霊王剣。まあ、前にも作ったことあったけど、攻撃力が低くって、使ってなかったのよ。実際ね、今俺が使ってる武器が、だいたいこれぐらいの攻撃力。1200前後。まあ、500ぐらい攻撃力が低いから、どうなんだろうなと思って。でもまあね、一応目玉商品みたいな感じだったから、一度、しっかりとね、調査してみたいと思います。では、王玉霊王剣。使ってみましょう。まずね、超極バケーラかな。バケーラの極で戦ってダメージを測ってみましょうか。どれぐらい与えれるんだい、まあ、通常攻撃で、まあ、3000ちょっとか。悪くない気がするな。おう、3000、まあ200から3000、まあ600、700ぐらい。結構与えれるね。まあこれぐらいのダメージです。で、必殺技でも、ああ、7万ぐらい。あ、これクリティカルが出れば結構いくな。5発点で全然カンストできるぐらいの攻撃力があるみたいです。じゃあ今実際俺が使ってる装備か。それを装備してみましょう。では、俺が持ってる一番攻撃力の高いやつだね。突撃がついてる断絶丸。行きましょう。攻撃力1234。さあ、どれぐらい攻撃力、ダメージが違うのか、楽しみだね。まあ、だいぶ違うと思うけどね。でも実際は今、装備してるやつじゃなくて、捨て身がついてる。捨て身スキルの武器を使ってるけどね。攻撃してみましょう。あれ、あんま変わらんくない？3300とか3500、まあ、たまに3900とか出るけど、え、攻撃力500違うんだけどね。ダメージが大して変わりがない。どういうこっちゃ。まあ、赤き一戦は、まあ、9万。ああ、まあ、2万ぐらいダメージがちょっと違うのか。でもこれ、攻撃力、500違うわけだよ。全然攻撃力が違うはずなのに、ダメージはそこまで変わりがない。これは、どういうことだ？なんだろうね、これ。攻撃力は、500ぐらい違うのに、ダメージはそんなに変わらない。これはさ、別に、こっち装備してもいいかもしれないね。スキルも、落雷アタック。まあ、5% だけども、落雷が発生するっていうやつなんで、悪くないんだよね。だから、まあ、捨て身武器以外であれば、まあ、この王玉霊王剣使っていってもいいかもしんない。まあ、もちろん捨て身の方がね、断然強いから、あれ持ってるならば、もう捨て身の武器でいいと思うけど、まあ、それ以外は本当に、そこまで変わりないから、見た目で選んでもいいんじゃない？王玉霊王剣かっこいいからさ、これはこれで俺ありだと思うな。はい。まあ、とりあえず今日は、王玉霊王剣覚醒武器使ってみたけども、なんだろう、攻撃力全然違うやつとダメージはね、そんなに変わらない。そんなに変わらないんで、これ不思議だな。なぜかわかんないけど、ダメージはそんな変わりません。見た目がいいから、意外とこれ、使っていっていいのかもしれない。周りとの差ができるからね、見た目で。いいんじゃないですか？
で、ちなみに、王玉霊王剣、ゴロミのレベル220以上のメダルが必要になります。入手場所が、これ。超先行のごとき早打ち。もしくは、極先行のごとき早打ち。だね。で、超で落ちるメダルが、レベル240ぐらいなのよ。で、極がレベル400ぐらい。どっちで作っても変わらないから。レベル370のやつが出来上がるので、まあ、どっちで入手してもいいと思います。はい。まあ、ちょっとなんか、びっくりしたな。もうちょっと弱いかなと思いきや、全然攻撃力はそんなに変わらない武器です。なんだろうな。なんでだ。意味がわかんないけども。はい。まあ、王玉霊王剣、今日使ってみたけども、全然悪くないので、うん。見た目好きっていう人は、装備して、全然使っていってもいいと思います。俺もちょっと検討しようかな。いいと思うよ。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。